新人らしさがむしゃらにやっていきたいと思います。目標にする選手は井上京子選手で、自分でいろんな技を編み出してすごい選手になりたいです。技とかはやっぱりまだ全然できないので、気合だけでも中西負けないように勝ちを狙ってガンガンいけるように頑張ります。目標としては堀田由美子選手のようにプロレス以外でも格闘技戦で頑張っていらっしゃるので、自分もいつかはそういう L1 とかそういう感じの戦いとかもできるようになっていきたいと思います。全部分かってしまうんですけど、チャンスとかも全部逃してしまって、もっともっと練習して絶対高橋奈々に倒したい。やっぱりどうしても勝ちたかったんで、攻められなかったっていうのもあるし、技は初めからやっぱり自分器用じゃないんでできないのは分かってたんで、気迫だけは負けないようにしようと思って。